どうも、ハイチーです。今回は勉強のやり方をちょっと改めてもらうというか考え直してもらうためにですね、やってはいけない勉強法っていうのと、こういう風にやってったらいいよっていう勉強法について話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していきましょう。で、今回は、受験生や学生のね、みんな本人もそうなんですけど、ぜひ、保護者の皆さん、特に、一人っ子の保護者の方とか、あとはご兄弟いらっしゃるんですけど、一番上の子の、受験を迎えている親御さんなんかに聞いてもらえたらなと、ちょっと考え方の一つとして視点を持っていただけたらなと思っていることなんですが、例えば問題集とか過去問をやるときにですね、特に、偏差値が40代とか50代、50前半ぐらいの子なんかがちょっと陥りやすい勉強法のミスなんですけど、問題集とか解くときに全部やろうとする。過去問とかもそうなんですけど、全部できるようにしなきゃっていう風にやってしまう方が多いです。特に中学生はすごく多い。で、何が言いたいかっていうと、捨てるっていうこと、切り捨てるっていうことをやってください。勉強するときに。これはですね、保護者の方もよくちょっとえっていう顔される方いらっしゃるんですけど、例えば10問問題がありますと。で、いろんなレベルの問題を散りばめたときに、この10問やって、例えばじゃあみんな本人が5問解けたとします。その問題を。で、まあ5問解けたものは OK ですね。頑張ったと。まあ勘で解いた問題は確認しなきゃいけないけど、まあ OK だと。じゃあ残りの5問に関してどうするかって言ったときに、これ全部できるようにしようとする人が多いです。でもそうじゃなくって、例えばその5問の中には基礎的な問題もあれば、ものすごい応用問題も入ってる。基本的には問題集とか過去問とか散りばめられてるので、問題に関しては。で、その応用問題、難しい問題をみんな自身が解けるようになんなきゃいけないんですかっていうところをちゃんと把握しなきゃいけない。で、何が言いたいかっていうと、みんなが目指してる高校、まあそれぞれみんな違うよね。偏差値にしても合格ラインにしても違うと思うんですけど、例えば500点満点で300点が合格ラインだと、だから60点、まあ大体どうだろう、偏差値55、6とか60前前になるのかな、平均点にもよると思うけど、ってなった時に60点ですよね。まあ一教科平均で割った時に60点ってことは、逆に言うと40点間違っていいんですよっていう発想が必要なの。100点目指してるわけじゃないんだよね。だからさっき言った間違い5問ありましたと、基礎問題あって、応用、じゃあこっちが簡単でだんだん難しくなっていくとします。5問あった時に。ここの問題、一番難しい問題をできるようにしようっていう労力ってものすごいかかります。でも、こっちの基礎を定着させるのは絶対得点は伸びますよね。ここを次出た時に絶対解けるにするぞっていう。だから、わかるな、そう、どこまで切り捨てていいかはみんなの得点、目指す得点にもよるけど、こっちはもう復習しないの。もういいの、復習なんて全く。もちろん回答とか見たときに、そのどのぐらいの難しさかなっていう確認は必要。でも見たとき、あまりにも解説が長いとか、いや、これダメだろうとか、特に証明問題とかありがちですよね。受験の証明難しい問題が多いので。だからそれを切り捨てる。そこをできるようにするって努力をするんだったら、こっちの3問を何回も復習して、こっちを1回やってこっちいっぱいやるんだったら、切り捨ててこっち3回やった方が絶対に価値がある。得点が伸びるから。で、受験に関してはもちろん1問3点、4点、5点って配点は違いますけど、例えばこのレベルが難しい時にこっちが2点でこっちが10点ってことはほとんどないです。高校入試に関して、まあ私立とかであるかもしれないけど、ほとんど見ない。2点だったらこっちが3点、4点のことあるかもしれないけど、でもこっちの方が大切だよね。ここを定着させる方が。だからまず確認してほしいのは、まあ、みんな自身もそうだし、保護者の方だったら皆さんのお子さんがどこを目指しているのか、何点必要なのか。で、さっきは300点目標って話した時に5で割りました。1個60って。でも、その目標設定はやめてください。みんな自身には得意不得意があって、例えば数学が得意だったら、60点平均のところをプラスアルファで取る必要があります。なぜなら苦手科目のカバーが必要になるから。いい？例えば英語が苦手だと60点ちょっと厳しいと。まあ言って、頑張って50かなって、45から50くらいいければいいなと思ったら15点、どっかでカバーしなきゃいけない。それを得意科目で伸ばす必要があるので、その得意だったら数学は70とか75設定で考えていく。じゃあ、その75点を取るために、例えば今問題集解きましたと、どこまでが必要なのかなっていうのを考えてください。
で、まあ、300点が5枠ラインって言われた場合、自分がよくやるのは、その目標数字、300がラインって言われるんだったら、10点から20点プラスアルファで配点してください。つまり、300点目標だったら、320点を取れるように5科目で振るんです。で、それを取る、それを目指して、各教科勉強していく。必要な、この問題を解いて、この確認はした方がいいのか、自分がこれをできるようにならなきゃいけないのか、っていうのをしっかり確認していきましょう。